まあ、主に大きく2つあって、1つが、選手側の目線に立つと、その B リーグユースと高校生と基本交わることないと思うんですけど、そこの試合をしてもらって、新しい発見というか、新たな視点を選手に見つけてもらうっていうところです。で、もう1つが、自分たちにとってこっち側がメインになるんですけど、その学生がその実際に大会を運営することで、チームとか就職した時にその即戦力として働けるような能力を身につけること。去年は初めてそのオプアリ使ってオプアリを使ってその2日間大会開いたんですけど、基本的には大会自体はうまくいったかな。でもその中でその一応去年学生リーダーだったんですけど、ちょっと指示が届かなかったりしたところがあったので、今年はその指示届かないとかないように、もう準備からしっかりやって円滑に大会進めれればいいかなと。やっぱこの会場がすごいプロで使ってるっていうのもあって、すごい規模感的には大きいものになってたので、やっぱこう、まあでもそのやってみて、そのまだ詰めれるとこがあるなっていうのはすごい思ったので、やっぱ今年自分たちがそのリーダー、去年主体的に動いてた人たちがリーダーとなって、もっといろいろやれることやりたいねっていうことでやってたんで、やっぱその大会通してすごいやれることがいっぱいあるっていうのは結構魅力かなって思います。今回の、運営のリーダーには自分で立候補したとか、そういうとこ周りからも聞かせてもらったそうですね。自分でやりたいって言ってて、まあ、自分は今、学校のインターンで、チームの運営のスタッフをやってる、運営のインターンのスタッフやってるので、まあ、その力を生かせればなと思って、運営の、リーダーでやりたいと、自分で立候補しました。大体のとこは、準備はしてるんですけど、あとはもう、あとちょっと詰めればっていうところなんですけど、でも、完成しても本番それをうまく実行できるかっていうのは、そういう不安があるんで、ちょっと怖いですね。これ黄色いさ、白い。あっちの方が多分滑るから。じいちゃんがついてるやつでしょ。そうそうそう。やっぱ最初に思い浮かんだのは、やっぱりこの集客をしたいなっていうのをみんなで話、意見として出てて、まあ、そのためにそのどうするかってなったことで、メディアさんにその告知を打ってもらって集客を促すっていうのがありました。まあ、その集客をするだけのコンテンツ価値があるっていうことだと思うんですけど、音楽的にはもう、すごくこう大会としてこうより良いものだったなっていう体感がすごくあった。そうですね。なんかやっぱプロの演出をやってる企業さんとかも入ってくれてたので、やっぱこうお客さんが入ればもっといいものになるなっていうのはありました、あったので、やっぱさっきも言ったんですけど、その詰め合わせっていうか、その会場をもっと豪華なものにしていけば、本当大会としてもいいものになって今後につながるかなと思ったんで、今年そのやれることをやってみようって感じです。最後、優勝したチームの、まあ、写真撮影みたいな、表彰式後のなんか、こう、カップ上げみたいな感じのを撮影、こう、メインでやってたんですけど、その時に、もう、すごい、なんだろう、終わった後の選手たちの笑顔、もう、勝った後の喜びみたいなのすごい撮ってて、なんか、いいな、すごい感じて、で、その後、インタビューもしたんですけど、やっぱ、何し演出、ああいう演出でやって、とか、大きい会場でやる機会、高校生は今までなかったって言ってて、で、そういうところでやれたのがすごい嬉しかったみたいな、すごい、っていう、なんだろう、選手たちのやれたクロスカップを参加してよかったみたいな、そういう嬉しさっていうのをこう間近で見れたんで、プレーももちろんこう決勝の時とか、特にもうバチバチですごい競ってた試合だったんで、その、クロスカップに対して選手たちがすごい真剣に、もうまだ歴史浅いのに、あまり選手も知らない大会なのに、なんか本気で臨んでる姿っていうのがすごい印象的で、
ことは感動はしました。のなんか準備段階の時点で去年ちょっと始まりが遅くてバタバタしたんで、もう今年はその早く情報とかが決まったらもうすぐに先生と話して、で自分たちで今年は何をしていくかっていうのを考えて動いてます。今年はその去年よりもその一回り体格を大きくしようって考えて、その中で今力入れてるのは実際に企業さんの方にアプローチして、その優勝商品とかのとか、あと飲み物類とかを提供してもらう、そのサプライヤーの活動っていうのを今一番力入れてます。それって学生だけど社会人と触れ合うわけじゃないですか、実際。でその大会価値とか自分たちの熱量っていうものを伝えなきゃいけないと思うんですけど、なんかそこにこうぶつかった壁とか驚きとかっていうのがありました。基本的にはそのスライドとか作ったらその外部の講師の方がいるんですけど、その人に一回 見てもらって、こここうした方がいいねとか言ってもらうんですけど、その見せるまでやっぱり大会、その向こうにとってもメリットとかもなきゃダメじゃないですか。やっぱそこのメリットを伝えるっていうところが結構難しかったなと思います。去年自分は、去年も一応広報リーダーではなかったんですけど、広報で SNS の活動をやっていて、まあやっぱそのインターンを通して広報を経験してみて、やっぱ広報ってもっとできることあるなって思って、そのメディアさんとのやり取りだとか、その SNS ももっと違う去年とやり方ができるなって思ったんで、そのインターンの経験を生かしたいっていうのもあったんですけど、その去年できなかったことを今年もう一回やり直したいなっていうのがあったので、リーダーをやりたいなというふうに思いました。去年は一応応援っていうか、そのチームに高校バスケっていったらやっぱこう試合はもちろんそうなんですけど、やっぱ応援も熱いイメージがあって、うん、ただ去年はその試合するチームだけしか、試合するチームの選手しか、試合する選手ベンチに入るメンバーしかいなかったので、こうベンチ外の選手の盛り上がりっていうのが去年はほぼなくて、ベンチでこう手入ったらウォーって盛り上がるだけだったんですけど、今年は一応あの応援席みたいなのを、あのウィンターカップとかインターハイでよくあるような座席に応援席を設けて、こう応援をする場所も設けているので、なんかその応援で盛り上がってくれたらなって思ってますし、またそうすることによって去年とはまた違う盛り上がりを見せるんじゃないかなと思います。去年やったことをそのままやってるんじゃなくて、その今年もどの新しいことに挑戦してるんで、なんか面倒くさいとかはもう特になくて、ただただ楽しいみたいな、新しいことやってるから自分の成長にもつながるし、なおかつそのサプライヤーっていうのがもしあの取れたら、企業さんからその商品っていうのを提供していただいたら、それを選手に渡すじゃないですか。そしたらその選手も喜んでくれるんで、そこからやっぱ大会がどんどん大きくなっていくのかなっていうのもあります。自分が一番得られたなっていうことですか。まあ主に2つはあるんですけど、まあ、その実際に SNS 運用してみて、この Adobe ソフトっていうのをすごい使ってるんで、そのクリエイティブ系のパソコンスキルっていうのはすごいついたかなっていうふうに思ってるのと、あと実際にインターン B リーグのクラブに行ったので、まあ、その業界について知れたっていうのはその大きい2つがあります。去年も含めてこう渡辺君がこうバスケットやってなかったからこそ、なんかこういうの面白いじゃんとか、こういうところがバスケットにいるんだ、ちょっとみんなと違うなっていう視点があったなっていうエピソードだったし、違う視点か、割とみんなバスケットボールみんなやってるメンバーが今日見てても結構バスケットボールフォールアフリックとかそういうウェア着てる子たち着てバスケット本当なんか回答として合ってるか分かんないですけど、なんか大会とかになってて、もう一個一個のプレーがすげーってなります。もうパス一つにとっても、なんか多分バスケやってる人にとっては当たり前のそのことかもしれないんですけど、ちゃんとこの胸元に収まるっていうか、そういうのもすごいし、あと B リーグとかの演出も、やっぱ自分テニスやってたんで、そういう演出とかなかったんで、そのド派手な音楽とか演出見たら、
ちょっとおおってなりました。やっぱりちょっとバスケットボールの盛り上がり方ってテニスにはない。ない、全然もうが応援もなんかすごくてみんな団結してもう規模違うな感じでした。クロスカップ自体が今回3回目ですけど、はい、こうどんな大会になっててほしいとかっていうのか。そうですね、本当にまずは来年も再来年もずっと5年10年ずっと続いていければいいなって思ってるんですけど、最終的なとことしてはやっぱウィンターカップとかインターハイとかあとは日清トップリーグとかあれと同じぐらいの規模の大会になってもらいたいなって、もしくはもうそれを越すぐらいの勢いの大会になって、もういずれ高校生がそこをこのクロスカップを目指して臨んでくるような大会になってほしいなっては思ってます。ちなみにこうそうなるためにはどんなことが必要だと思いますか。そうですね、やっぱりもっともっと知ってもらい、じゃあ知ってもらう、バスケファンの人に知ってもらわなきゃいけないと思ってますし、 SNS とかもっとどんどん発信していって、まず大会のことを知ってもらうことが大事かなって。でそうするとやっぱいろんな人がクロスカップってなんだろうってなって、で出場校とか見たら結構いいチーム出てて、 B ユースも出てて、でかつこのクロスカップのやっぱこの唯一の唯一っていうかいいとこっていうのは、あんまないとこは B リーグチームのユースチームと交代連がやっぱ一緒になって、あの交流試合みたいな、まあ、戦う真剣な戦いをするっていうのが本当に売りなんで、そういう大会とかの大会見てもほとんどないと思うので、そこにっていうのをもっとこう主張して宣伝していって、でなんかもっとそれこそ全国常連の福岡第一とかなんか大きいチームが出るようになったら、よりまた注目度っていうのも増すんじゃないかなって思っているので、なんかまずはそういう大会、そういうチームが出場したいって思えるチーム大会になってもらいたいなって思いますし、そうですね、あとはなんかこういろんな、あとは今僕らが頑張ってるサプライヤーの人とかも大きいスポンサーさんとかがつけば、よりまたこう知名度とかも上がってくると思うので、そこはもっと頑張りたいなと思って。こう選手目線、運営目線、まあ、もしくは応援する目線とかで見たときに、この大会の価値っていうのは本国に関してどの辺に強くあるなっていう感じなんですか。やっぱもう運営側としてもその選手側としても学生が活躍できる場所だなって思ってて、やっぱこうこういう大きい会場で選手がプレーできるってのもそんな多くはないと思いますし、この自分たちが学生としてもこういう大会を運営するって経験もあんまり得られないので、まあ、プレイヤー面でもそのスタッフ面でもその経験を積めるっていうのはすごいでかいと思ってます。終わりでそのサブコートとメインコート両方見てきたんですけど、やっぱそのすごいメインコートとかその演出ありでやってる時はすごい、まあ、その自分のなんか偏見みたいになっちゃうかもしれないですけど、すごいなんか楽しそうにやってるなっていうのはすごい思って、まあ、そのなんかモチベーションっていうかその楽しくやってるっていうのがそのプレーにも絶対つながってるのかなと思ってて、実際にその去年もすごい接戦で片方のチームが負けてたんですけど、すごい追い上げて試合内容的にもすごい面白いものになってたので、やっぱこう会場がもたらすなんかそのモチベーションっていうのはあるのかなって思いました。まあ、このクロスカップの今回のトライっていうのは、まあ、渡辺君にとっても通過点だし、学校のこの大会にとっても通過点の一つだと思うんですけど、将来的にどういう大会になってほしいとか。将来的にはやっぱり日本全国からチーム呼んでさらに高いレベルで、今どうしてもユースのチームの方数の方が少ないんですけど、その呼べる数もその高校生と同じにして、なおかつその対戦影響的にも何て言うんだろう、接戦、ちょうどベスト4とかにユース2、高校生2でちょうど対決し合うみたいな、そういう構図ができたら僕はこの大会も結構盛り上がるんじゃないかと思います。